キップスピタパカードは近畿日本鉄道をはじめとする近鉄グループのキップスクレジットカードに紐付ける形で発行されるピタッパカードである。本校では紐付け先であるキップスクレジットカードについても説明する。キップスクレジットカードはクレジットカード会社が近鉄グループキップス参加企業と提携し発行するクレジットカードである。カード名は 近鉄インターナショナルパスポートシステムの頭文字と鉄道のキップに由来している。同カード会員は交通、流通、観光など近鉄グループキップス参加各社のキップス、ポイントサービスや割引、優待などの特典が受けられる。キップスピタパカードは可表の各種キップスクレジットカードとの組み合わせによる2枚1組での発行となる。また、 二枚同時発行の他に、キップスクレジットカードを単独で発行した後、別個に申し込むことで、キップスピタパカードを紐付けすることもできる。ただし、スーパー IC カードキップスピタパについては、三菱 UFJ 銀行の IC キャッシュカードを含めた一体型カードでの発行となる。2011年11月16日より、従来の近鉄ポイントプログラムに変わる、キップス、 ポイントサービスが導入されたことで、カードのデザインも緑色を基調とした、キップスクレジットカードの発行を開始した。合わせて、同日より、JMB キップスカードについて、同カードのみの単独発行が可能となった。キップスクレジットカードの概要は、下表の通り、近鉄でのピタパの利用が可能になったのは、2007年4月1日からで、あるが、 それ以前より、キプスピタパカードの発行は、随時行っている。2009年3月1日より、キプス MUFG カードへの紐付けによる、キプスピタパジュニアカード、および同キッズカードの発行を開始した。なお、その他のブランドのキプスクレジットカードへの紐付けによる、これら2種のカードの発行については、未定である。2011年5月に、近畿日本鉄道は、 同年11月をめどに、現行のキップスカードをはじめとする、同社グループのクレジットカード、ポイントカードを統合し、グループ各社共通のキップス、ポイントサービスの付与、利用が可能となるキップスクレジットカードを導入する予定であることを発表した。そして前述の通り、2011年11月16日より、新カードサービスが導入された。一方で、 クレジット機能のないカードとして、2012年12月1日に、JR 西日本との連携による IC 乗車カードの移行化の機能を加えた、キップス移行化カードの発行を開始し、さらに2013年1月25日には、現金専用のポイントカード、キップスポイントカードの発行を開始した。近鉄線に乗車したその月の運賃合計が3000円以上の場合、 3000円を超える部分の運賃を10%割引サービスである。子供運賃の場合は合計1500円以上で1500円を超える部分が10%割引の対象である。利用額割引のサービスは事前の登録不要でキプスピタパカードに限らず他社のピタパカードにも適用される。2008年3月からの1年間期間限定サービスとして 60歳以上の利用者を対象とした登録制割引ピタパ近鉄シニア60プランが行われていた。これは毎月1000円の定額料を支払うことで近鉄線に乗車したその月の運賃合計が1000円以上の場合1000円を超える部分の運賃を10%割引くというサービスであった。利用条件としては1ヶ月間の中で 近鉄線を一度も利用しなければ、定額料は徴収されないが、1ヶ月間の近鉄線の利用額が1000円に満たない場合でも、定額料が徴収されるというものであった。2009年6月1日より、ピタパによる近鉄線での区間指定割引が導入された。ピタパ加盟各社の中で利用額割引と区間指定割引を合わせて導入するのは、近鉄が 初めてとのことである。この制度により、1枚のピタッパカードを用いて、阪神電気鉄道の IC 定期や、大阪市交通局の利用額割引、マイスタイルなどとの組み合わせによる利用も可能になった。運賃の割引、請求額の計算方法としては、各月1日から末日までの近鉄線のピタッパ利用分全額に利用額割引を適用する。 同期間の近鉄線のピタパ利用分のうち、登録指定された区間には、区間指定割引を適用し、それ以外の利用分には、利用額割引を適用する。1と2を比較し、いずれか安い方の金額が請求される。2011年11月16日より、近鉄グループの82社1 2 3店舗が、参加する共通ポイント制度として、キップス、 ポイントサービスが導入された。このキップスポイントサービスは、キップスクレジットカード会員に加え、キップス移行化カード、キップスポイントカード会員にも提供されている。またキップスクレジットカード会員に限り、キップスウェブサービスでの事前の登録により、3種のキップスカードのポイントを取りまとめることが可能である。2011年11月15日までは、 キップスピタパカードにより近鉄線に乗車したその月のポストペイ割引後の運賃合計200円につき1ポイントのキッピーポイントが貯まる近鉄ポイントプログラムが行われていた。キッピーポイントは毎月15日に計上され、ポイントは獲得月が続する翌年度末まで有効であった。また、貯めたポイントは近鉄百貨店の商品券などへの交換が可能であった。 キッピーポイントは、キップスポイントサービスの導入に伴い、キップスポイントに移行した。ちなみに、キッピー糸は、キップスピタパカードのイメージキャラクターで、星型の体に顔をつけて、手足を加えただけの単純なデザインであった。キッピー派近鉄ポイントプログラムが行われていた期間中、チラシや広告、列車のステッカーや HP などに登場し、時として、 ピンクの帽子をかぶって、リボンをつけたり、駅員帽をかぶったりして登場することもあったが、近鉄ポイントプログラムのキプス、ポイントサービスへの移行に伴い使用されなくなった。ありがとうございます。